暦大学の皆さんが作った絵本を紹介します。昨日のメモリック手作り絵本可愛くて素敵な絵本たちをどうぞご覧ください。松山しののめ短期大学保育科2年土井よしみです。私の作った絵本は誰の真似です。誰の真似、誰の真似、正解は ペンギン。ブランブラン、パオーン、誰の真似、正解はゾウ。ぴょん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 、誰の真似、正解はウサギ。ガオーガオー、誰の真似、正解はワニ。ニャー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 、誰の真似、正解は猫。遊びに疲れたらちょっと休憩。もうもう、誰の真似、正解は牛。ニョロニョロ、くねくね、誰の真似、正解はヘビ。チョキ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 、誰の真似、正解はカニ。ゲロ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 、誰の真似、正解はカエル。ウキ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 、誰の真似、正解はサル。今日はここまで。他にもたくさんの動物がいるよ。みんなで考えて真似っこしてみてね。誰の真似でした？この本はクイズ形式になっていて、子どもたちが考えながら楽しんでもらいたいと思って作りました。また子どもたちがこの本の真似をして、思いっきり体を動かして遊んでほしいと思って作りました。松山しののめ短期大学2年生、遠沢真子です。私の作った絵本はどこにいるかなです。どこにいるかな。ここは森の中、
女の子が町へ帰る道がわからなくなってしまったようです。どうしよう。女の子がつぶやくと、お嬢さんお困りのようだねと上の方から声がしました。木の上にはリスさんがいました。道に迷ったんだって、おいらが教えてあげよっか。え、本当に。ただしこの森に隠れている友達を探すのを手伝ってくれたらね。うん、いいよ。決まりだね。それじゃあレッツゴー。はじめはどこを探す？と女の子はリスさんに聞きました。リスさんが、そうだな、草むらあたりなんてどうかなと答えたので、草むらを探すことにしました。あそこの草むら、変な木の枝みたいなのがあるよ。リスさんと女の子は草むらをよく見てみると、なんと鹿さんでした。あちゃー、見つかっちゃった。ねえ鹿くん、他の子がどこに隠れてそうかわかるかい？と尋ねると、うん、誰かが木に隠れるって言ってたなと答えました。女の子たちは木の方を探すことにしました。木をよく見てみると、お友達を探していると、リスさんが、あの木の中に何かいると言いました。木の中を覗くと中には鳥さんがいました。見つかっちゃったか。鳥さん、他の子が隠れそうな場所とかわかるかなと聞くと、そうね、岩場に誰かが隠れるって言ってたわよ、と鳥さんが答えました。次は岩場を探すことにしました。あそこの岩から尻尾が出てると言って、岩を覗くと、そこにはクマさんがいました。あはは、見つかっちゃったね。クマさん、他の子が隠れてそうなところとかないかなと尋ねると、クマさんは、池の方に誰かが行ってたと思うよ、とクマさんは言いました。池へ探しに行ってみると池の水にウサギくんが映っているのが見えました。ウサギくん、見つけた、と女の子が言うと、わわ、見つかった。みんな いるってことは僕が最後だね、とウサギさんは言いました。みんな、女の子とリスさんはお友達をみんな見つけることができました。そしてみんなに道案内をしてもらい、町へ帰ることができましたとさ。私がこの絵本を作った理由は、子どもたちに楽しみながらどんな動物が隠れているのかを想像して読んでもらいたいなと思ったからです。町山東雲短期大学保育科2年の時はさつきです。私が作った絵本はイルカのピーちゃんです。イルカのピーちゃん。イルカのピーちゃんはお父さんとお母さんの3人で暮らしていました。ある日海を嵐が襲いました。お父さん、お母さん、どこにいるの？
B ちゃんはお父さんとお母さんとはぐれてしまいました。僕一人だなんて嫌だよ。 B ちゃんは一人で泣き続けていました。するとだんだんお日様が出てきましたよ。遠くの方から楽しそうな声が聞こえてきました。それはたくさんのイルカたちの声でした。たくさんのイルカの中から一匹のピンクのイルカがピーちゃんのもとへやってきました。私はキー、あなたは？僕はピー、お父さんとお母さんとはぐれてしまったんだ。それなら一緒にお父さんとお母さんを探そうよ。いいの？もちろんよ。ありがとう。それからピーちゃんとキーちゃんは一緒にいろんなところに探しに行きました。しかしなかなか見つかりません。お父さん、お母さん、どこにいるのかな。ピーちゃんのお父さん、お母さんもピーちゃんのことを探していました。ピーちゃん、どこにいるの。お父さんとお母さんはサンゴの小さな島を見つけました。その島はピーちゃんが小さい頃よく遊んでいた島でした。もしかしたらピーちゃん、ここに来ているかもしれない。ピーちゃんとキーちゃんもサンゴの島を見つけました。あそこならお父さんとお母さんに会えるかも。ピーちゃんはやっとお父さんとお母さんに会うことができました。ピーちゃん、一人にしてごめんね。大丈夫だよ、キーちゃんが一緒にいてくれたから。じゃあキーちゃんにありがとうって伝えないといけないね。うん、キーちゃんありがとう。私は友達の大切さや家族の大切さについて感じてもらいたいと思ってこの絵本を作りました。いかがでしたか。